る感じでみじん切りをやっていっています。まな板がペラペラですからね、ちょっと扱いづらいですけど、すべて安く仕上げてますんで。こういうふうにまんべんなくしていくことによって、あの大きい粒粒をなくしますね。ミートソースを作るんで、はじめニンニクとの玉ねぎと人参を炒めます。オリーブオイルで炒めます。まずニンニクと玉ねぎを炒めますね。でその最中にこの人参をみじん切りにします。
ねぎ、ニンニク、人参炒めてます、オリーブオイルで。でまあよく炒めて、あとひき肉、今日もひき肉買ってきました。今日は違う肉屋さんで買ってきました。肉屋さんのひき肉です。だから今日は合いびきですけど、合いびき肉 300g ですね、今日は。で今日トマト缶を買ってくるのを忘れたんですけど、プチトマトがあるんで、プチトマトとウスターソース、プチトマトだけでミートソース作りたいと思います。それではひき肉入れます。塩しますね。
して、そうですね、中火です。中火で20分ぐらいそのまま放置して、完全にトマトとか具材に火を入れます。はい、トマトとニンニクと野菜のミートソースにしようと思ったんですけど、ケチャップがちょっと残ってたんで、で100g ぐらいですかね、ケチャップも入れちゃいました。でトマトソースを作りたいと、トマトソースのミートソースを作りたいと思います。はい、これでまた数十分。はい、ですね、あれから30分ぐらい煮込んでます。もう水分もある程度煮詰まってきて、蓋をしてましたよ。蓋をして今蓋を取ったところなんですけど、少しウスターソースも入れてみました。まあスパゲッティボロネーズみたいな感じで、トマトと肉と野菜だけで仕上げてもよかったんですけど、ケチャップもあったんでね、ケチャップも入れて、ウスターソースも入れて、より日本のミートソースに近いような感じに仕上げました。はい、これでスパゲッティを湯がいて食べてみたいと思います。はい、仕上がりはこんな感じですね。プチトマトもいい具合に溶けてね、皮のところがところどころこうちょっと縮んでますけど、あとはもう種も実もグダグダに溶けていい感じになりました。はい、こんな感じです。スパゲッティミートソースです。